こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。今日はですね、家具を新しく買い替えたりするときにこの道具があったら便利だなという商品をこちらの展示場を見ながら説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にやってきたのはこちら、養生クッションマットという商品を紹介したいと思います。これはですね、家具を組み立てる前に床とかを傷つけたくないというところでこの商品が大変便利です。こちらに書いてるんですけど、他にもいろいろ用途があって、運搬時の荷物の保護やったり、先ほど言ったように作業時の傷防止、あとは農作業などの敷物で、よく使われるのはこちら、車のトランク、自転車運ぶときに養生マットを引いて傷つけないように運ぶということもいろいろ使われる便利なマルチマットです。こちらの商品ですね、滑り止めなし、滑り止めありということで、裏面にこれ滑り止め加工されてますので、滑り止めありの方は滑りにくくなってます。養生クッションマット、滑り止めなしとあり、ご用意しております。滑り止めなしと先ほど説明したように、まあ、いろんなことで使えるんですけど、例えばこちら重たい家具ありますよね。これを移動させるときにぐっと持ち上げて、よっこらせよっこらせって運ぶのもいいんですけど、しんどいっていうことで、こういった養生クッションマットの上に乗せて引っ張れば、一人でも家具の移動が簡単にできます。次にノンスリップタイプ、後ろに滑り止めがついてるタイプですね。これ何が違うかと言いますと、こういった脚立での作業するときに直接床に設置するのもいいんですけど、傷が開いてしまうということであまりよろしくないですよね。ってなったときに、こういったクッションマットを使って上で作業をするということなんですけど、例えばこういった滑り止めなしの場合、万が一中の拍子で滑って倒れちゃうとか、何かバランス崩して倒れちゃうということもあるので非常に危険です。滑ります。はい、こちらの滑り止めのあるタイプ、これ脚立上に乗せるとどうでしょう、結構力入れてますけど滑りにくくなってます。やはり脚立での作業ですね、トン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 という作業も安全にすることもできます。ハンマーのコーナーです。こちら陳列してるだけでめちゃくちゃ、種類ありますから、どれを選んだらいいのかというので迷いが出ますよね。今回家具の組み立てということで、アルミラックなどを組み立てる際にやはりハンマーが必要になってきます。そうなった時にこういった硬い素材でできているもの、アルミラックを叩くと傷がつきますよね。ってなると、今回おすすめしたい商品はこういった頭がゴム状のハンマーになります。これであればこうトントントンと叩いても傷つきにくいということでおすすめしたいと思います。こういった白のタイプもあります。この白のタイプは色移りですかね、叩くときに色が移りにくいっていうところで、こちらもおすすめになっております。次にドライバーのコーナーに来ました。ここもまたいろんな種類がありすぎて全てがおすすめ商品なんですけど、まあ、その中でも家具の組み立てということで、まずこちら E バリューの ERD110 ラチェットドライバーセットです。こちらの商品はどういった商品かと言いますと、ビットが12本でソケットが6個ついております。使い方としてはこのビットをこちらに差し込んで使うだけです。こちらにネジがあるので締めたり緩めたりします。こちらのドライバーなんですけど、こちらにダイヤルがちょっと見づらいかもしれないですけど入ってまして、こちら時計回りにカチッと回すと締めることができます。で、
反時計回りに、ダイヤルを回すと緩めることができます。あとはですね、こちらのアダプターをセットしていただければこちらのソケットに使えることができます。これでナットやボルトを締めていただければいいと思います。 E バリューの ERD140 マルチドライバーセットっていうのがあります。こちらは精密ネジや特殊ネジ、家具用のネジやったり玩具のネジなどにも幅広く対応しているビットが入っております。またソケットも入ってますので、ボルト、ナットを緩めたり締めたりすることも可能です。おすすめしたい商品はこちら、デュアルドライバーという商品で、電動と手回しがどちらもできる商品になっております。デュアルドライバーで、こちらがデュアルドライバーネオという商品で、2商品ご用意しております。こちらの紹介動画は別動画で撮ってますので、またそちらの方を見ていただければいいかなと思います。今回はこのデュアルドライバーを使いまして説明していきたいと思います。こちらですね、使い方はすごい簡単で、こちらのスリーブを上げていただいてビットを刺すだけで使えます。ここにボタンがありますので、締めたいときは下のボタンを押してもらったら閉まります。上のボタンを押していただければ緩むこともできます。先ほども言いましたように手回しもできるということなので、最後こういった手回しでもしっかりと締めることができます。すごい楽に作業ができておすすめです。こちらのデュアルドライバーなんですが、実はビットプラスとマイナスの両頭ビットが1本しか入っておりません。ってなると他に組み立てする際にもっと違うビットが必要になってくると思います。藤原産業ではいろんなビットをご用意しております。例えばこういったビットとソケットがセットになった E バリューのビット&ソケット BSの 1N だったり、あとはですね、藤原産業の中でも一番売れてるんじゃないかというビットセットがこちらです。 E バリューのビット&ソケットセット BS の4という商品です。こちらの商品は家具の組み立て以外にも、例えば木工作業したい方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方に例えば下穴用のビットだったり、あとは各種ネジに対応したビットも揃えております。であとソケットもありますよね、はい、最後にですね、 こちら黄色いのこれ何やというのがあると思うんですけど、これイージーチャックと言いまして、例えばこういったドリルドライバーお持ちのお客さんいますよね。そういう方にぴったりな商品なんですけど、ここのドリルチャックの方にセットしていただければ簡単にビットの抜き差しができます。こういったビットの抜き差しができて大変便利な商品です。先ほどいろいろ道具を紹介したんですけど、それを収納するケースが欲しいなというところでこちらにやってまいりました。かっこいいもの、かわいいもの、いろいろあるんですけど、その中でもおすすめ商品なのはこちらに並んでいるパカットバッグという商品です。こちらの商品はどういった商品かと言いますと、ここバックルを取っていただくとこういった収納箱になっています。特徴としては、実はこれ折りたたみもできるんで、使わない時にかさばらないというところで一つ便利かなと思います。であとは工具を入れるために作ったので、中身がすごい頑丈にできております。はい、頑丈にできております。ポケットもサイドに2個2個、左右に2個2個ついてるんで、ボールペンとか挿していただいてもいいですし、あとはここ
メッシュのポケットがついてますので、取扱説明書などあと保証書など紛失すると思うんですけど、そういったのも入れるのもありかなというのもあります。中身ちょっと入れてみました、まあ、こんな感じになってます。はい、しっかり、今さっき紹介したハンマーも入ってます。 M サイズだったらハンマーもしっかり入ります。家具を組み立てた後って予備のビスって結構余っちゃうんですよね。でそうなった時に置いときたいけどどこに保管しとこうかなっていうのが多分よくあるあるで悩んでしまうところだと思います。そういった時にベリラ収納箱はこちらです。パーツケースいろいろございまして、大きいものだったり小さいものだったり、あとはこういった仕切りが動かせるタイプ、動かせれないタイプなどもありますので、こういったパーツケースにビスを入れて収納箱に入れておけば、次何かあった時にここから取り出して作業ができるという、こちらもあればすごい便利な商品です。今回は家具を組み立てる際に持っておれば便利な道具を紹介させていただきました。これから新生活や新しく家具の買い替えをされるお客様もいらっしゃると思います。その時に今回紹介した道具を持っていれば効率的に作業ができるかと思います。ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録もお願いします。それではさようなら。